後藤縫い道の助は、江戸時代に代々五福子を手掛けた後藤家の当主が名乗った名称である。江戸幕府の御用達五福子として使え、長金子の彫り物後藤お及び小番中像を手掛けた、金座、藤正座三郎家と区別するため、後福後藤とも呼ばれた。また後藤縫いの助と書かれる場合もある。初代松林は、後福子遺書書では、徳川家康が、 岡崎城に在住当時から五福五用太子を務め、また、家康の側近として、著事五用を務める特権商人であったとしている。二代目、現在門忠政は永禄四年に、島津家から養子縁組している。三代将軍、徳川家光の時代、寛永四年に忠政の次男きが、縫い戸の助を名乗り四代目となり、以後代々、縫い戸の助を襲名した。 元那年間、1615年から1624年の二代、忠政の時には、五福氏六軒仲間が形成され、後藤縫井戸之助は六軒仲間の筆頭にあった。後藤縫井戸之助は、江戸五福町に屋敷を配慮し、対岸の本町一丁目の金座、後藤正三郎屋敷との間の日本橋側に、一石橋が架けられ、これは、両後藤家の後藤から後藤を足して、 一石となることに由来し、橋の修復は両後陶家が請け負った。漢文八年には、幕府が倹約令を交付し、江戸の御福屋らに写真品である高価な御福を番書に提出させられ、御福屋は多大な損害を被った。その救済策として、亀戸に善座を設立し、後藤ぬ井戸の助ら五福氏六軒仲間に官営通り、宝文線の鋳造を請け負わせた。 また、聖徳四年にも亀戸において、五福寺六県仲間が、官営通り、宝寺城銭の中蔵を受け負った。原禄期には、越後や三池など多くの五福寺が追加され、既存の五福寺らは、経営が窮地に陥った。また、強法期には、八代将軍、徳川吉宗による、大奥の縮小を伴う強法の改革により、抗議五福寺も減少させられた。 それでも幕府による救済策により、後藤縫いの助のご福所は幕末まで継続した。天明2年から一時的に、米切手改め役を検体して、大阪に会所を設けていたが成果が上がらず、天明6年には免税られた。ありがとうございます。